新しい時代を作るのは老人ではない。どうもこんにちは。ガンダムマーカーエアブラシシステムの可能性を試した稲梨です。そしてそのためにうってつけのキットを買ってきたで。 HGUC200 番目の記念すべき客式リファイン版や。なんでこれを選んだかというとやな、ほとんど全身が金色のみやから塗装しやすそうという安直な発想や。ほら見てこれ、いい感じにラメの入った金色、しかもメッキやない。こいつをこのガンダムゴールドで私色に染め上げてやろうというのが今回の企みや。ほな早速ランナー丸ごと拭いていくというズボラかましてくで。左半分だけ塗装してみたで。これは期待の高まる綺麗なゴールド。さあ頭から組んでいこか。この略式は通常のゴーグル以外にツインアイか操作線が走ってる面も選べるんやで。個人的には劇場版でハマールのガサシーと通信するときに見せた操作線タイプも好きやけど、今回は普通のゴーグルを選択。ボディの青色部分はメタバイオレットで、肩の赤いとこまで色分けされてんの、ほんま優秀すぎひん。エアブラシシステムにエアー缶つないで塗装してみたんやけど、割とすぐに缶が冷えてしもて圧が足りんくなるな。あとこの太もものとこなんかは途中でマーカーの出が悪くなってしもて、ちょっと下の色が見えてしもてる。コンプレッサーつないで圧を安定させることと、マーカーを十分に用意しとけば意外と良い感じに仕上がるんじゃないかと思いました。まる、それでは今回はこの辺で。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価いただけると大変喜びますので、よろしくお願いします。ではでは、またねー。